っちはなんだ。まあいいや、とりあえず矢印の方に行くか。矢印が言えないってどこで噛むね。やっぱりそうだ。ん？モナドの力はアポクリファで封じられる前と変わらない。いや、以前よりも強くなったように感じられる。え？あの時見た巨神のモナド、このモナドと、このモナドと関係ないわけがない。だって君はもういないんだから。なんであの夢のことが今。まあなんかの伏線ちゃう。この力がなくちゃエギルを止められない。迷っちゃダメだ。今は鬼神を何とかすることだけ考えろ。そしてもしもモナドが災いをもたらすようなら、その時はフィオルン。シル君、何考えてたの？今の百面相見てたんだ。別に何も。言いたくないんだ。本当に何でもないんだよ。あのね、シルク、一人で抱え込むの辛くなったら言ってね。可愛いな、フィオルン。フィオルン、私だけじゃなくてみんなシルクと一緒のもの背負うつもりでここまで来てるんだよ。そうか、そうだよね。そう。それにあまり無理をしない。さっきのことだってあるんだから。腕大丈夫？あ、うん、今は何ともない。平気さ。おい、どうした？何かあったのか？ううん、なんでもない。行こう。うん。手つないどる。フィオルンかわいい。そなたは。ごめんメリアちゃん、ごめんメリアちゃん。ちょっとさあ、あのさあ、なんかもや、ちょっとごめんメリアちゃん。別にね、メリアちゃんのことが嫌いになったとかそういうんじゃないんよ。でもさ、なんかさ、ちょっとやっぱりニヤニヤするじゃん。この装置はまさか。何これ。アポクリファ8世紀です。うわ、よし、早いとこぶっ壊そうぜ。ぶっ壊そうぜ。ぶっ壊せばシルクも楽になるんだろ。おそらく。むしろこの状況下でここまでモナドを使えることは奇跡に近い。だってよ。本当に大丈夫なのか。うん、大丈夫さ。まだまだいける。ファネアさん、エギルは？制御中枢はここの直上。あと少しです。おっと、何？おい、こいつは。何？そんな、早すぎる。まさか。鬼神の機能が完全に回復しました。なんだって。そうよ、そうよ。待てたな、こ。じゃあどこに逃げるの？わあ、バラコ雪山が。うわあ、なんでそんなクリティカルヒットするん？やりやがったな。腕が落ちちゃう。この感じ、巨神界のどこかにぶち当たったに違いない。そんな。急ぐぞ。巨神は目覚めないかな。まごまごしていられん。マゴマゴ、はい、でもザンザが何？ういえ、ボスですか。完全に予想外でございます。しかもですよ、しかもパーティー、何も聞かれなかったんですけど、何だってって感じですよね。これ止まるかな。マインドブラスト。向こう。向こ
並みが揃ってきた。おっと、なんだ来たな。大レーザー、しかも確かいこいつは困ったぜ。あれ、ちょっと待って、後ろのやつもさ、敵として入ってる、入ってない。今なんか召喚してきたのかな。ほい、これは、あ、そうだ、コカセファーよかったかな。でも意味ないか。さようなら。あ、でも死んでる、死んでない、死んでない、死んでるじゃない、死んでない。あ、でも気絶してる。お、ありがとうございます。2人して、兄弟2人して私を助けに来てくださいました。いや、回復薬が全くおらんことに今気づいためっちゃ攻めるタイプな、これ。おっと、これ、ほら、今3つ召喚してるんですけど、これはさ、関係あんのかな、重複っていう。あ、来たじゃん、どうしよっか、連携いくか。もう終わるし、おらら、転言せよ。どうしよう、ビームするか。ビーム、あ、本当に殲滅しちゃった、終わっちゃった。ダンマンさんのあれ見たかったな、オーカーランブ見たかったな。まあ、よかったね。壊れただもん。あ、ぶっ壊れたん、マジで。ざまあ見やがれ、やったぜシュルク。大丈夫シュルク。シュルク、シュルク、おい、え、大丈夫な、だ、なんかトドロキかなんか、そんな文字に見えたけど。すげえ、なんだこれが、今のモナドなのか。抑えられてああなっとったってこと。オカリファが消滅した途端に、すごいものね。あ、そういう問題、やれるぜシルク、これならエギルだって。大丈夫か。ああ、僕なら大丈夫、急ごう、エギルを止めなくちゃなんかすごい心配したじゃん、なんかすごい黙ってるからと思ったら、なんかすっごい、いい感じじゃねえか、やれるぜこいつは。当然だね、そうなるようになってるんだから。ふん、ちげねえ。なんなんこの二人、意味がわからん。流れのうちにいる間はね、しかしここから先はわからないよ。はあ、そうですか。まあ、私はあなたの言ってることがまるでよくわからないんですけどね。閉じる。サイクロン、なんだサイクロンって。サイクロンだと、ぐるぐる嵐的な。ちょっと見てみるぞ。あ、間違えた、アーツだった。アーツ、ここに来て新しいのが増えたか。もう増えないかなって思ってたんだけど、私。よいしょ、と、これトドロキだよね。演習場の敵に一気に叩き込む攻撃系か。今レベル1だからちょっと上げとくか、使うか分かんないけど。ちょっと待って、私よく使いたくなってきたじゃん、こんなんやっちゃってさ。こんなんで釣ろうとしてるの。よし、じゃああれあるかな、チュートリアル。なんか出たって出てないから、出ないか、やっぱりなんか見てないのある。てか私ピオロン見てなかった、そういえば忘れとったわ。キャノンフラップ、足装備によって変わるの。そうなんだ。じゃあ足売れないじゃん、オートアタックで増える。なるほどね。一番最初につけとったのがエーテル系なのか。攻撃力ね、お兄ちゃんだって目じゃないんだから。クロスインパクト、スピアブレード、なんだこのつもり。そうか、何でも自分でできるのだな
いやでも仲間がいるからこそできるんだよ、そういうのは。ダメだよ、一人で何でもできるなんて思ったらね、過信するのはいかんよ。というわけで、届き使いたい。来たか、小虫ども。小虫ってまた言われた。今すぐ鬼神を止めるんだ。巨神界と鬼神界、必ず共存の道はある。僕たちが争う理由なんてない。私にはある。言ったはずだ。なんだ見て、巨神界が。え、この鬼神のうなりは我ら同族の演奏の声だ。うわ、目の前でやろうとしとるよなんかあれみたい。うわ、てかなんか色が。何人かな。この一撃で何人が潰れたか。何嫌な言い方してんの。何百人、いや何千人かもしれんな。エギル、貴様、趣味悪。もうやめて。このままでは巨神が再びあの悲劇を繰り返そうというの。そうなる前に立つ。我らの呪縛を、世界の全てを。メイナス様はそんなことは望んでいないわ。だから託されたのよ、自らの全てを。ザレゴト、ホームスの小娘のうちに隠れ住むようなものはもはや我らの神ではない。そう、もはや神などいらぬ。この世界には。エギル、あなたは恋シュルクよ、ザンダの継承者。巨神の体育ごとその体叩き切ってくれる。そしてモナドを破壊する。さすればただ我らの悲願だ。ちょっと待って、戦うん。聞いてない。ちょっと待って、帰らせて。よし、来た、よし。シュルク入れたい。シュルク入れの、どうしよう。カルナさん、やっぱリキ、やっぱこの3人がいいよね、私。この3人がなんか私の、あれや。あー、でもなんかカルナさん、どうするカルナ、いや、これでいく。私はこれでいくよ。どうしよう、ダンバンさん。あ、でもヘッドアップつけたんか。スパイクとか来る？ちょっとあの転倒防止に変えます。いろいろ悩んだんですけど、まあとりあえず転倒と気絶抵抗を主力につけてみましたね。でリッキーがまあなんかこれとか掴むかなって思うんだけど、なんか変えるのちょっとめんどくさいんで。でスパイク外して筋力アップつけました。じゃあこれでいこうと思います。はぁ、来ましたね。これ当たるん？私向こう側に行っていい？これ、どうなんやろ。ちょっといって、やできるか。あ、できそう。でもこれ多分オートアタック、あ、待って、これ当たらんくない？当たらんな、これ。無理やな、前だけ。マジで何これ。あ、動けんくなっとる。これトドロキ使ってみようか。じゃあ何が無効なん何が無効やった。あ、アーツ封印が出とる。マジで。これさ、だってさ、一緒に当たったりしないのかな。勇気だもん。なんか後ろから来とるよ。生まれし頃より。こんなん、はい。とりあえずさやだこんなの。なにこれ、転ばんだろさすがに転ばん。これデバブとかいいかもしれないね。なんかさ、ダンバンさんさ、尻尾をダンバンさんにつけてあげる。あ、え、なに？え、は、え、え？
巨人斬り？どういうこと？しかも無限って一体何を見せたかったん？クエスト発生？は？もう分かった。なんでこれ使えんの？未来教えた方がいい？意味がよくわからんないけど、これ戦ってなくない？始めるよ。ん？あ、向こう側にあんの？あ、なるほどね。多分。でも何も使えない。何も使えないんだけど、どういうこと？出血。ダンバンさん。このタイミングを忘れるな。なんで私が使えるのかがよくわからん。あら、使えるようになってる。何やったんやろ。でも3体倒さんないけんの。この B がさ、すごい気になるっていうか、あ、なんでたまに使えなくなるんだろう。あ、心が騒いできた。あー、なんか分かったような分かってないような、もういいや。とりあえずあとちょっとしかないから頑張ろう。てか見えないんだけど上の文字が。あ、もう少しで終わるんじゃないこれ。お、止めた。気絶したんだけど。びっくりだわ。よいしょ、いけ。連携準備完了だ。連携する、連携しようか。連携しよう。よし、 HP 大丈夫だから連携しても大丈夫やろ。とりあえずバックスラッシュとスイートエッジ、スリットエッジってどっちが上なんだろう、関係ないときに。よろしくも。出血、あーでもこれにしようかな。よし、来た。モナドバスターしよう、久々に。モナドバスター、強っ。終わってしまった。でもこれまた次あるかな。うわ、かっこいいじゃんシルク。うわ、なんとすげえ。本当にすごい。鳥肌が立つ。そうだ、打ち下ろせ、叩き切れ、それがお前の願い。そうだ、これが僕の願い。こいつはフィオルンを、陛下を、僕らのふるさとを。君は君のモナドを見つけなくちゃいけない。いいのかい、それで。ちっぽけな餌じゃよ、お前たちの言うところのな。俺たちに勝つためには人殺しも辞さないってか、エギル。エギルを悲しみの嘘と欲しいと分かっていた。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからお前の言葉だからこそ共に生きていきたいと願っていた。ここに響いた。私には分かる、メイナスと共にある私には。違う、これは僕の願いじゃない。シルク、やめたのか。
なぜ手を止めた。切ればお前の悲願も達成できたろうに。忘れたよ、そんなの。忘れただと。僕らもあなた方も受けた痛みは同じだって気づいたんだ。ならあなたを切る理由は僕にはない。お前にはなくとも私にはある。知ってるよ。でも僕は切らない。今ここで私を切らなければ、いずれ私の剣がお前の同胞を切り裂くことになろう。それでもか。僕にはあなたを切ることはできない。でもその剣を止めることぐらいはできる。あなたと分かり合えるまで何度でも。お前はそこまでモナドを使い、それでなおお前であろうとするのか。それがシルクの答えなんだね。かつて鬼神界と巨神界は手を取り合い生きていた。憎しみもわだかまりもなく、互いの存在を認め合っていた。エギルよ、なぜ我々は生まれてきたのであろうな。哲学か。あいにく私はその類の問答は苦手なんだ。考えたことはないか。この世界の外には何があるのだろうと。世界の外か。メイナス様から、この世界には巨神と鬼神と、あとは尽き果てぬ海原しかないと聞いたことはあるが。その外にあるものだよ。我らはまだ幼い。創造主であり大地でもあるこの巨神と鬼神から離れて生きてはいけない。だがいつの日にか我らの血に連なる者たちが何者にもすがることなく自らの足で立ち、意志の力で外の世界へと巣立つことができたら。巣立ちか。考えたこともなかったが、それは素晴らしいものだろうな。私はな、エギル、巨神界に生まれた我らと鬼神界に生まれたお前たちと共に手を取り合って見守っていきたいのだ。我らの子たちの未来を。ああ、私もそう思うよ、アガレス。アガレス。二つの世界の繁栄は未来永劫続いていくものだと誰もが皆そう思っていた。ねえ、なんかすっごい仲いいじゃん。だがそこにあったのだ。うわ、モナドが。モナド。モナドは鬼神界の存在を一切認めようとはしなかった。まあ鬼神だけ切れるもんね。そもそも己以外の他者の存在を認めていなかったのかもしれない。なんていう自己中。それをザンザが取っちゃったの。でもザンザが作ったって言ってなかった。我が友アガレスはモナドに支配され。あ、これザンザじゃないのか。ザンザとなった。あ、ザンザとなったアガレスは我らにその刃を向けたのだ。教えてほしい。モナドに支配されるとは、ザンザになるとはどういうこと。モナドはザンザであり、ザンザはモナドである。なるほどね。両者は不可分なのだ。ザンザは自らの魂の存続のため巨神界の生命をよりしろとする、だがお前は違うようだな。僕は違う。私にはわかる。お前はお前であろうとしている。お前ならばザンザの呪縛を立てるかもしれない。わあ、それが望みだったのですね、メイナス様。おお、ザンザの呪縛ってのはよくわからないけれど、今僕にできるのはこれだけさ。また手を取り合えるよね。また。え、そうか。うん、そうだな。
ソンさんとかやめてね。シュラク！ディクソン！ほら、来た！いい加減邪魔なんだよ、小僧が。ちょっと待って、なんでここで全部来る？何これ、意味わからん、意味わからん、意味わからん、すっごい意味わからん。何これ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 、ちょっと待って、頭がおかしくなりそう。え？